皆さん、こんにちは。伊藤塾パーソナルトレーナー講師のあがたです。本日はですね、受験生応援メッセージということで、ですね私の方からメッセージをお送りしたいと思います。で、私が一番お伝えしたいことなんですけれども、最後までやるべきことを淡々とやっていただきたいなというふうに思います。やるべきことを淡々と、もうずーっと言われていることだと思いますけれども、今一度、 改めて意識をし直してほしいと思います。えというのもですね、やっぱり超直前期ということになりますと、えどうしても不安とか焦りとか、えこのままじゃ、うん、間に合わないんじゃないかとか、え勉強量が足りないんじゃないかとか、えそういうふうにえ不安に思う人はやっぱり多いんですね。てかおそらくほぼすべての受験生がそうだと思います。でそうなってくるとですね、えどうしてもえ今まで考えたことなかったようなえ細かい知識だったりとか、あとはうん飛ばしていいよと講師から指摘があった ようなところまで手を広げて行きそうに行きたくなる気持ちがどうしても生まれてくるんですよなんですけれどもこの超直前期というのは今までやってきたことを信じてやってきた知識を固めていくそういう勉強がどうしても必要になってくるんですよなのでとまあそういう不安とか焦りとかそういった感情とともにですねまあやるべきことを淡々とというそういう意識もっと強く言えば意志 思ってですねこういった感情とうまく付き合って、バランスを取って、感情と意思のバランスを取って、この超直前期を乗り切っていただきたいなと思います。もう何度も言いますけれども、やるべきことを淡々と、この超直前期の今だからこそ、もう一度改めて意識し直してほしいなというふうに思います。そうしましたら、ですね私の方からは以上になります。 最後になりましたけれども、えー、皆さんが試験当日、えー、全力を、えー、答案用紙の方に置いてこれるよう、えー、心より祈っております、えー。どうぞ頑張ってください